こんにちは、理学療法士の望月です。今回は理学療法士は何かの分野のスペシャリストを目指すことをお勧めしますというテーマで話そうと思います。僕は病院や整形外科クリニックでの勤務経験がありますが、ずっと整形外科に特化してきましたので、そのメリットとデメリットを伝えることができます。繰り返しになりますが、理学療法士は何かのスペシャリストを目指すことをお勧めします。理由としては3つあります。1つ目が、幅広くできる人は何かの分野で突き抜けるのが難しい。2つ目は、スペシャリストでないと治せない人っていうのがたくさんいます。3つ目は、自分の強みが持てないなどがあります。1つずつ説明していきますと、1つ目の幅広くできる人は何かの分野で突き抜けるのが難しいということに関してです。理学療法士の職域や分野っていうのはかなり幅が広いです。急性期、回復期、維持期、整形、中枢、呼吸、内部障害、スポーツなどなど、これら全てでスペシャリストを目指すっていうのはかなり時間がかかります。つまり自分が対応できる幅を広げれば広げるほど、提供するサービスの質っていうのは下がります。これは当然で、学校のテストとかで例えると、国語だけやれば高得点を取ることができますが、数学や英語、世界史など幅を広げていくと、国語に使える時間っていうのは少なくなってしまいます。なので対応できる幅を広げると、その分質っていうのは下がってしまいます。2つ目のスペシャリストがないと治せない人がたくさんいるということについてです。これは想像してみてもらえるとわかるんですけど、自分が投球障害がある野球選手で、整形外科クリニックに通っている患者だとして、整形外科に10年勤務しながら野球チームのトレーナーなどの経験している PT と、急性期で3年、回復期で3年、維持期で3年、整形で1年働いた PT がいた場合、どっちが治してくれそうと思いますか？間違いなく前者の PT の方が治せると思います。僕も病院勤務の時代があったので分かりますが、正直病院勤務の PT っていうのは治すっていう能力は高くないです。痛みを取ることや治すことは整形外科クリニックの PT の方が間違いなく高いと思います。また僕が最近感じているのは、腱鞘炎とかバネ部とか流通性外形骨とか新スプリントとか三角骨障害とかは、整形外科疾患のスペシャリストレベルでないと完璧に治すことっていうのはできない印象があります。僕は整形外科疾患しか見ないと決めているので、中枢疾患などのリハビリはできません。でも腱鞘炎やバネ指、流通性外形骨とか新スプリント、三角骨障害などは対応することができます。僕は別に中枢疾患を見れなくても大丈夫です。なぜなら、中枢疾患の患者がいない職場で働けばいい話ですし、先ほどの疾患を見れるってだけでも価値っていうのはかなり上がります。なので一つの分野に集中するデメリットっていうのはあまりないです。こういうことを言うと、もし自分の親が脳梗塞になったらどうするのって聞かれることもありますが、僕は自分の親の脳梗塞を治すために PT になったわけではないので、脳梗塞のスペシャリストにお願いします。それに僕が脳梗塞のリハビリを極めている間に、もう何年も時間が経過してしまいます。なのでその辺ははっきりと分けた方がいいと思います。3つ目の自分の強みが持てないっていうことに関してですが、整形外科分野で90点の PT といろんな分野で70点の PT がいたとします。当たり前ですが、いろんな分野で70点の PT っていうのは専門的な人よりは治せません。つまり替えが効く人になります。もしかなり田舎の村で PT が1人しかいないような現場にいるのであれば、いろんな分野で70点ぐらいの PT っていうのは価値がかなり高いです。でもこんなにたくさん PT がいて、病院ごとに役割とか疾患がまとまっている環境で、70点レベルの価値っていうのは高くなって、誰でも良くなってしまいます。強みも何もないことになります。なので僕は幅広く70点で見れる人よりは、一つの分野で高得点を目指すことをお勧めします。ここからは少し話を深掘りして、どうすれば一つの分野で突き抜けることができるかっていうのを話していきます。まずはじめに大切なのは、いらないものを捨てることです。僕は整形外科疾患以外は捨てました。だから整形外科に関する勉強だけに集中できます。このようにいらないものを捨てて分野を絞る必要があります。どの分野に絞るか決めれない人は、自分がやっていて楽しい分野や比較的得意な分野、あとはライバルが少ない分野を狙うことをお勧めします。まず大前提で、自分がやってて楽しいことってのが重要です。これがないと長続きしません。またはライバルが多すぎても勝てません。例えば膝関節などではスペシャリストが多すぎます。一方、腱鞘炎とかバネ部とか顎関節とかっていうのはライバルがかなり少ないです。このように自分が好きなことやライバルが少ない分野を狙う方がいいと思います。もちろん整形外科分野に行く場合は、膝などをまんべんなく見れて、なおかつその中でも特化した分野っていうのを作る必要があります。そうすることで自分のポジションもできますし、それがあなたの価値や強みになります。
いろいろ悩むことも多いと思いますが、今回の話が少しでも参考になれば嬉しいです。今後の相談などがあれば、LINE アットとかに送ってください。可能な範囲で対応させていただきます。今回の内容が少しでも参考になれば、高評価、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。